まあそのわけでね、うん、今回は2020年ですか、はい、振り返ってみようということで、うん、あなた何か次ごとにね、箇条書きしてくれたんですか。はい、振り返っていきましょうか。ブログ見たら結構なんていうの、うん、毎月何してたかがめっちゃ一目瞭然で分かるから、まあ、日記みたいなもんやからな、もう。じゃあもう何があったかっていうの、1月からいきますか。どうぞ。2020年1月、うん、まあ、とりあえず最初の週の、うん、クリーマの総合ランキングで1位取ってた。ああ、総合ランキング1位、うん、総合ランキング、まあ年に、まあ、1、2回だけやけど総合で1位取れんねんな、うん、クリーマって作家さん何人おるやろな今、まあ、2、3万ぐらい多分おるな。2、3万ぐらいでんかな。まあそのじゃ動いてるアカウントは何人かっていうのはよく分からんけど、まあ、クリーマがの、うん、ランキング1位で調子いい時に、うん、まあ、我々あの怒涛のインフルエンザで2人とももろにかかるっていう、うん、だから1月のブログ読んだら2個しか書いてないの、ね。もうぶっ倒れて、1位取ったっていうのと、もうしばらく生産に集中しますって、うん、もう生産に追われまくってる感じだった。もうリズム狂いに来るってやつや、うん、1月のほんまに1日ぐらいになって、うん、でそのまま、さっき俺が食らって、うん、でずれて俺になって、で病院行って治れると思って薬ちょっと飲んだら少し楽になってやんか、うん、でそこからあもう全然これいけるわって、スタッフさんだけちょっと迷惑かかるから、うん、お休みにしてもらって、うん、で俺だけインフルエンザ症状が出てできるわと思って俺店ついてんやんか、うん、で店ついたら、うん、あれちょっとおかしいぞと思って、うん、というのも俺の歩いた場所全部俺物落としたっていうか机の上で、うん、ガシャ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 、それ拾う力もなくてさ、うん、でその時にちょっとやばと思って熱測ったら41度だってさ、うん、41度がやばいな、これは、うん、死ぬと、うん、人さん迷惑かかると思って1日だけ休んだから、うん、あとスタッフさんみんな休んでもらって、うん、で俺らだけ出てきて、なんていうの、絵付きながらやるっていう。いや、しかお兄ちゃんちょっと遅れてたからよかったけど、俺2日ぐらいからかかり始めたからさ病院休みしてな、病院休みやから俺自然治癒、ほぼ自然治癒させて病院行ったら別にもう薬飲まんでもええけどどうするみたいな聞かれたもん。もう飲みますって言って飲んだけど、うん、あれインフルエンザを自然治癒感知させたっていうのが1月で、2月見てみたら次はYouTube の登録者数が2月で100人になってる。あ、100人どうもありがとうございます、うん、で9月ぐらいかな、アカウントを取って、うん、その前のな、あだから2019年の9月にアカウント取って、うんうん、ただそこはもう投稿ってほぼしなかった、ねうん、1ヶ月2ヶ月ぐらいずっと、うん、で1月ぐらいから、まあ、やらなあかんな、うん、やってみようと思って、うん、でまあ、それで2月で100人突破して、ね、うん、でライブ配信もなんか様子見ながらスタートっていうか、うん、そういう感じのこと。これはね、あれただのマックのインカメでただひたすら黙々と作ってるってだけ。いや、それもっと前ちゃう。それじゃなくて実際にちょっとやっていこうってなって、なんか三脚立ててライブ配信のなんか撮ってるような感じのやつやったと思う。多分じゃあカメラ前のやつや、うん、で下手したら多分インカメのやつやな。そのライブ配信の やり方もわからなかったから、インカメとかでやってるんだよ。ほぼ喋らずにやってたよな、うん、でライブ配信のカメラってさ、うん、見えない一眼でやると思ったらさ、いろいろ道具いんねん。だからそれも多分分かってなかったやつとかやと思う。ああ、そうね、めっちゃ道具いるもんな、ほんまに道具はめちゃめちゃいる。でここで3月になって、3月からお兄ちゃんが YouTube の動画編集に忙しくなって、僕がブログ書くようになってる。分断し始めてる、うん、でブログ書くようになって、ほんでその頃にちょうどコロナが徐々になんかマジでやばいなみたいな、あ、空気やばなってきた。空気やばいな、多分何やったっけ、緊急事態宣言出て学校休みだったのこの辺やったんじゃろ。やってんの多分、あ、多分3月ぐらい。ちょうど娘が1日ぐらい、そう、娘が中学入んねんけど、うん、まあ、結果として娘、中学に入るときに制服買わなあかんやんか、うん、制服買ったけど、制服って4月が冬服なわけやんか、うん、冬服、ほんま来たん 1回ぐらいで夏服買ったの、うん、まあそうなるわね。2月ぐらい、2ヶ月ぐらいですね。ちょうど3月ぐらいで志村けんさんが亡くなんねん。ああ、それなんかそこでなんか一気になんか日本の空気がガラッとなんか変わった感じがして、うん、でなおかつちょっと売り上げも販売本数もちょっとなんかちょっと減ったかなみたいな、ちょっとなんか手打たなあかんなみたいな感じで思い始めて、うん、でどうしようって考えてた時に、まあ会話なから待つっていうの、ね、そうどうしようかってなってて、そう3月だ。で3月でそれ感じで、4月からちょっとその時にはまだネットでマスク売るっていうのが微妙な感じだったよ。なんかちょっと悪者みたいな、なんか変な空気感だな。空気感があんねんけど、実際にマスクは全然足りてない状況やって、で4月になる、うん、でまあそこでもう今年は夏に、うん、夏もマスク多分つけやなあかんやろようになるやろなと思ったから、うん、毎年は夏にマスクつけんやんか、うん、
で、なんかそこでアイスコットのマスクっていうのをアイスコットで接触冷感のやつで作ったらまあいいんじゃないかっていうことで作ったそれが、まあ爆発的なヒットが5月、うん、ヒットを作ってだからスタートしたのが4月だよね。であれはあのその当時マスクの、あの勢いがあのすごくあって、あのテレビ出演を果たしてんか、それ5月だね。それ5月5月になってそれめっちゃ爆発的に売れて、うん、5月になるで、うん、マスク、うんが激売れしてテレビ出演なの、 N スター、うん、N スター、うん、どこやったっけ、 TBS さん TBS で、あの当初全国ネットっていう頃でさ、あの意気揚々ってさ、うん、おい全国ネットでデビューしちゃうぜってなっとって、で、あのズームってな、やっぱ地方の俺らの大阪にも、うん、あの東京からこういった取材来るようなチャンスになったぜ、全国放送やったぜと思ってあのズーム始まったら、あのすいませんと、あの関東一円ですと、うん、そうそう俺しかも友達にギリギリまでそれ言われへんかったからさ、あの地元のグループラインでちょっと俺テレビ出るから見てなみたいな言ったのにさ見れる人誰もおらん。だから俺その関東の人があのスタッフさんの友達知り合いにおって動画送ってもらって、それを地元グループラインに送ったの、これ見てって。ほんで送ったら送ったよ次、うん、お兄ちゃんと俺でこうやってこうやって、そう距離感的にこんぐらいあってんな、こういう感じで撮ってたらここでズバーって蹴られて、いやあれ難しかったと思う逆に俺全然映れへんみたいな逆に難しかったよな、お前しか映らん状況、何やそれ。しかもなんかあのちょっとガンダム持っていこうぜって言ったら作ってるガンダムあれが、うん、あれ入っとった、そうあれ入ってた、ね、俺とガンダムレザーガンダム入ってて、お前一つも映ってないんけど、マジ。ほんで5月で YouTube の登録者数があの1000人になってる。ああじゃあ3ヶ月で900人増えたってこと。そう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 、なるほど。これ多分マスクとかもあって今検索結構増えたんで、ブログのだってさその時のアクセス数も1日6000とかあったからね。まああの瞬発的やけどあれは、うん、瞬発的に。でほんまにさあの面白かったからさ、関東1円で放送されてるってなってたんが、うん、俺アナリティクス突っ込んで、 Google アナリティクス、うん、で突っ込んでみたらあの今 LINE、今その当時、うん、その放送された直後、うん、あの入ってる、うん、エリア見たらほんま関東だけやったから、うん、見てる人ほんまに感動だけ。で、で次6月になりますと、うん、でそろそろなんかあの3階を YouTube スタジオにしようかっていう話が出てきて、リフォームの見積もりを取ってんね。そうで、あのちょっとマスクの勢いも良かったし、それを丸々そっちに移そうっていう感じができてるな、うん、で徐々にやって、ほんで6月にあの僕があの父親のブログを書きながらなると、まあ、父の命日が6月17なんでねまあその辺はまだあの YouTube 上がってるんでブログもあるんでまだ見てもらえたらと思います、うん。そして7月はもうスタジオにしようってもう決まってて、うん、なってて、あのまだここがあの物置になってて、7月だよね、まさに灼熱の中 YouTube 撮影してた。ああそう、懐かしいな。気温置いてな、あのアレクサも潰れるし、アレクサ置いて、温度計置いて、うん、でかつあの仮設の机というかあの板、うん、あそうそう、芯がいやこれもガンガンガンなってたよな、芯が梨の上に板置いとったわけ。そうそうそう、でこの後ろにあのあれだっけ、ベティちゃんが、うん、ベティちゃんどこ行った、ミチちゃんの向こう倉庫の中に入ってる。よかったで、それで一応その時に新種のこのロゴも、うん、ロゴも作ろうっていう話になって作り始めてる、うんうん、あちょっとそれか、うん、で、ロゴもな、あの紆余曲折あって変わってんだけど、うん、まあそれまだあのそうそうそう、ネオンので、結局ここに落ち着いたということな。でもこの絵もつけてこのロゴでいってるっていう感じですね、うん、なんかこれも行き当たりばったりの感じでこういう感じだったよな、うん。で8月になってマスクの大量生産が終了して、まあまあ、8月までやな、だから4月ぐらいか、4月5月で生産してですか、販売はだから5、6、7、8の4ヶ月でマスクで、8月のスタジオ完成で、8月にちょうどこのスタジオ完成した。まあネオン以外やな、ネオン以外って感じやな。そうやね、ネオンが最近やから、うん、まあそ う, う、うん、そういう感じで、ほんで9月になって本格的にスタジオで撮影を開始して、ああそうで、3階でもこのスタジオでライブ配信でもあのこの、ミシン使って生財布だ、ライブ配信になって、うん、コマースですか、新人コマース、うん、生配信財布はまだやねんな、まだか、うん、でライブ配信始まって、うん、この辺で今までやっぱりその今までためとあれ欲しいこれ欲しいって結構出るね、あれが足らんこれが足らん持ってるなら、やり出したらいろいろ道具いいねんな、うん、こうライブ配信のもいろいろいる、うん、でスイッチングするのもあの経済グループっていうので、で10月になってカメラ買って10月になってもうで撮影機材増えまくりって書いてで、そこで衝動買いしまくるっていうの、うん、っていうかまあ、ここにあるライトやろ、うん、ライトのライトでライトで、今ここにある、まあ、1DX MAX1DX でレンズいっぱいでレンズも大量買ったでマイク、うん、っていう感じでこの、うん、なんかあのこう
なんていうのこう映像に力を入れるというか、うん、綺麗な映像で分かりやすく伝えたいなんていうことで、うん、クオリティ上げるという意味です。そう、うん、そのだからやっぱり次の言うやんよく船で、うん、船乗っててあの、うん、次のとこ目指すなら今いてる島が見えなくなるまで泳ぎ出せと、うんうん、その精神であの見えなくなるまで泳ぎ出したと、まあ、だからあのそういう意味あのマスクですごい売れたけどあの手数料と僕より一切さっぴいた分、うん、全部スタジオ使ったからまるまる。でいっぱい使カメラとかにもう嫌になっちゃうぐらい使った。で10月、ミシンも大量に買ってる。ああ、そう、それもそういう込みやな、その撮影とその、うん、これ本物の撮影やなって、なんか 6台ぐらい買ったんですか、うん、で10月から生バッグ財布スタートしてる。でそこでスタートしたんです、うん、生財布っていうかこう、うん、あのリアルタイムでこのお客さんとやり取りしながらものづくりしようぜっていうのが、うん、そうそうそう、このやりたいと思ったら掘ったんやけど、うん、で一緒にものづくりするし、うん、例えばこのプレゼントとかもさ、うん、あの作ってるところがスタート、まあこれはもう来年の動画またあのあ、それは来年のやつで言わせていただこうっていうところまとめて今後のやり方を伝えたい、うん、だから生財布もちょっと次のステップへ進化させようっていうのがあって今考えてて、うん、それはまた1月、そうですね、1月今年の抱負、まあ、来年、まあ、明日になるんですけど、ね、動画で言ったら、うん、年明けて明日にまだあのまとめて、うん、はい、いろいろ今年は何をやっていこうっていううちに言っての一つですね。なんか今年は手探りでいろいろやってるって感じで、で11月になります。11月で YouTube 2000人突破。ああ1000人から何ヶ月変わってる。1000人から、1000人から結構6、7、8、9、10、5ヶ月5月かってるな。で、ま毎日投稿しだしてからは、まあ、半年ぐらいって感じなのかな。ああそうなんだ。もっと頑張らなきゃな。じゃあやっぱスタート始めるの遅かったからさ、ミスったよ。みんな始めるのは10年前ぐらいからやってる人とか関連人とかやってるから、その人にどんどん遅れとってるからさ、だからもうほんまあの数打つじゃないけどさ、うん、もういろいろクオリティも上げながら毎日やったらさ、ネタも探すようになるし、うん、動画クオリティも毎日プレミアムボールを触っとったらさ、うん、やり方も品質も上がっていくしさ、やっぱあのこう今前に始めたセンスのいいやつに抜こうと思ったらさ、うん、もうあのもうなんか人の20名の努力しつつ、そいつらがサボった1日でこう追いつくっていう方、うん、立ち止まった時にこう全力で走ってる僕らがこう追い抜くっていうのを狙っていかな、まあ、追いつかんから。正直結構前から動画はやらなあかんっていうのはあったけど、やっぱなんていうの、いや容易にあの始めたらいろんな誹謗中傷もあるやろうし、うん、なんかまあそういうのがあってなんか二の足を踏んでたところはあったけど、もうそろそろほんまにあれと絶対に やらなあかんっていう、踏み込んでおくべきやったな。ちょっとだいぶ出遅れたからな、うん、だからブログ始めたぐらいでも YouTube やっとくべきやったな、うん、だからもう今その分取り返すかのように今必死の物ぐりでやってますけど、うん、でまあで12月今月お今月はまあ新進ネオン12月そうか12月やっとネオン来やんか、うん、でスタジオが完璧まあまあ一応完璧に完成して、うん、でまあライブコマースも本格的に本格化して毎週やるようになってると、うん、なんか振り返ってってやってるけど、うん、こうブログとか見かけ思い出されへんの何やったかっていうのは。そうやね、思い出されへん全く、うん、でライブコマースも本格化して、まあ、来年度あれやりたいこれやりたいっていうのをまた明日の動画でまたあの、引き続きお届けさせていただきます、まあ、どうでしたか総括して12月じゃなくて1年間、まあ、今年に関しては、うん、まあ、世間コロナ禍ですごいこうムードが暗いムードで、うん、明るい話っていうのもほぼなくて、うん、まあなんかあのこうどんよりした1年やったけども、うんうん、なんかこう、まあ、我々は常に前向いて、うん、あの進んでいかないといけないなっていう思いをずっと持ってたから、うん、でなんかあの、まあ、たまたま今年に関しては、うん、まあ、マスクが当たってでそれを元にスタジオにしようというふうに、まあ、俺はラッキーな方やったけど、うん、まあ、今後なんかその姿勢っていうのも崩さずにさ、なんかあのなんていうんやろな、常に何かあることを想定しながら、うん、活動続けていきたいと思う、まあ、年になったかな。なんかほんまに準備する年になった感じかな。俺出たんですけど海外行きたかったけどでもちょっとあの行かれへんかったし、うん、だそういうことでなんかこうふつふつとしたものが溜まってんねんけど、うん、まあ、常になんか新しいことをするネタを身近で探すという機会になった1年じゃないですかね。あとどうですか今年1年どうかな。やっぱなんかずっとなんか不安な気持ちの中過ごしたような1年やったかな。コロナが始まるだって、うん、なんていうんやろな、その緊急事態宣言とかでなんかみんながどんよりした時にやっぱネットの販売数もちょっと落ちてどうしようかなっていう時に、まあ別にそこまで、うん、なんていうの、なんかしやなあかんみたいなんで、うん、マスク出してまあヒットしてよかったけど、なんかずっと怖い気持ちが
なんかずっと怖かったよね、まあ、今年1年のずっとなんかせなあかんじゃなかったけど、うん、マスク、ほんで、うん、どうやな、そうやな、マスクマスクはほんまにラッキーやったよ、マジで、あのほんまにスタッフさんと話してる中で生まれた商品の一つやから、なんか、だからもうあのマスクに関してはもうなんかまあこういう言い方もあるんだけど、確実にこれはいけるなって思って、なんかハマったなみたいな、うん、パズルなんていうの、でも会話なんかごめんラッキーやと思うね、あれは、うん、であの後売れたっていうのも、まあ、ラッキーをつかめるかどうかやな、テレビにも紹介されて、うん、お前のいろいろな人の力があったこそできたっていう商品の一つかな、だからあのほんまにあのこう人を頼るっていうような年やったかもしれない、スタッフさんの意見とか、うん、あのアドバイスとか、だからその俺らの商品もいろんな人に関わってもらって作ってもらわなあかんかったから、うん、そういった意味であのこう周りに頼る年であったな、今年の一番は何かって言われたらやっぱりスタッフさんの成長が著しかったっていうのがこの年末で分かったな、めっちゃ、うん、まあ、去年とかは俺らの体調管理不足で、ね、ドタバタになりまくったけど、今年ほんまに、うん、こんなに年末やのに、むしろ注文数も去年より増えてんのに、こんなにも時間自分らの作れるのかっていう風にやったのはスタッフさんみんながめっちゃ頑張ってくれるから、であの急にこの地になるけど、あの 4K 撮ってますんで、あの1本使いましたね、どこまでしたらどこまで、まあ、とりあえずスタッフさんが今年1年は本当にあの人の力がないと前に進めないなっていうのをあの強く感じた年で、まあ我ら新人スタッフの皆さんもすごく、僕たちにかなり力貸していただいて、正直恵まれてると思うよ、ほんまに、なんかほんまいろいろアイディアも出してくれるし、ほんまにあのそのドクターとかもさ、うん、ドクター村木とかも、うん、その村木滝さんとかもさ、うん、持ってる技術とか、うん、あの知識とかスキルとか、うん、いかんなくさ、うん、貸してくれたりとかしてるから、もう本当にあの人に感謝する1年、うん、今年1ヶ月本当にあの本当ピンチを救ってくれるって感じかな、自分たちだけじゃないアイデアとかさ技術とかも提供してくれるようになったから、うん、それすごくありがたいなって思う、身に染みた1年じゃないですか今年は。やっぱりあのあれやな、あのなんか YouTube でなんか同じ業界の人とかあのできればなんかコラボっていうのもあれかやけど、なんかそういう仲良くみんなでやっていきたいな、まあ、我々川食事で前なんですよ、なんで、うん、なんかいろんな人に盛り上がって、うん、なんかあの僕らだけじゃなくてみんなでなんかあの一緒に盛り上げできるように、うん、まあ来年も仲良くしてほしいっていうことですね、頑張っていきたいですね、うん、で、まあ、まあ今年時点ではまあ我々を支えてくださったまあお客さんももちろんそうですが、まあ新人スタッフの皆さんで、あるいはあのこの取引会社各社様、うん、に本当に感謝する1年でございました。皆さんがいないと、今年1年乗り切れませんでした、それをよく思っております。まとめて来年もあの我々勢い止めることなく、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、また来年もよろしくお願いします。今年1年本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネルもよろしくお願いします。お願いします。さよなら。振り返るとも、まあ、ブログ見ながら振り返られへんっていうの、うん、もうなんか記憶喪失になるな、忙しすぎるというか毎日ずっと考え事してるから、なんかせなあかんっていうのずっと思ってるから、うんうん、まあまあとにかく、まあ、背景釣りやめましたんで観葉植物、下に置いてたのをクリスマスツリーがあのもうクリスマス過ぎてなくなったんで、まあ、色合い綺麗と思うけど、その赤にその緑ってちょっとうまいこと生えてライトが当たって、うん、まあ、綺麗じゃない、季節ごとに季節感出したいな、うん、であまあええか、明日よこの、まあええか、あの、うん、ちょっとあの、あ、1日の明日とも、1日の明日、この後、あの、2本撮りするわけではないんでな、明るく撮りましょう、明日は、うん、まあ、そんな感じで、あの、何ですか、あの、僕のイメージじゃないですけど、うん、あの、ライダース着ようかなと思ってね、ライダース、何だな、それ、なんでライダースなの、ライダースジャケットってことやんな、そう、ライダースジャケット、夏場も。夏はおかしいやつ、スッパーもいいんだよ、ね、スッパーもあられちゃうな、まあ、まあ、明日は明日また投稿します、来年2021年でどんなにするかっていうのをね、あの我々ちょっと考えてますんで、また聞いてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。